はい、パナソニックのコリコランです。こちらがその、コリコランの本体ということになります。この金色の裏が黒のチップですね。これがコリコランです。でこちらが充電器で、充電器はこの奥に、差し込んで、ここからポチッと押すと、出すときは奥を押して取り出すということになります。これは充電器です。まあ、ここにあのコンセントを挿して充電器の口を挿して、充電するわけですが、ここに入れることで充電が開始されます。でこちらですね、何かというと、まあ、普通低周波治療器だと肌に粘着テープでつけてピリピリという感じで刺激があるわけですが、低周波治療器のように筋肉を刺激してこう縮めるというものではなくて、これは高周波治療器なんですね。で高周波治療器何かと言いますと、電子レンジのように、肌というか体の中を温めます。なので、こう肌にこうつけるだけで、この体の中が温まると。でそれによって痛みやこりというのをほぐしていくという治療器になります。これだけだと何の刺激もないのでよくわからないという話があるようですが、はい、コンセント今挿しましたが、奥を押してチェッカーに、これですね、これが電波が出てるという意味なんですね。まあ、普通何も刺激もないんでよくわかんないですけど、こうすると、まあ、電波が出てるのはこれでわかるかと思います。でこれを体に触れさせるだけで、痛みやこりを取っていくというのがこの治療器の優れたところです。でその体にどうやってつけるかですけども、大体3種類ほど、手段が提供されています。一つはこのゴムですね。このゴムを下着とかにこのコリコランをつけるために、この間にこの下着を置いてこう取り付けるというものと、あとシールですね。その下着とかがないところにつけるために、この裏側にシールを貼って直接、肌ですねにくっつけるという方法。あとこれ専用品ですけども、腰につけるときにこのゴムと一緒にこうつけてやるという、その3つの手段が提供されています。でちょっとまあ、分かりやすいので、この腰のベルトからやっていきたいと思います。腰のベルトについては、ここにつけたままトイレとかに行くとコリコランがトイレの中にポチャンと落っこってしまいますので、必ずトイレに行くときは外すと言わせていただきたいんですけど、まあ、ちょっと外れやすいところもありますね。なのであまりおすすめではないですが、まあ、お手軽ではあるので、こちらからちょっと試していきたいと思います。はい、両手を使うのでちょっとこの角度で申し訳ないですが、コリコランをまず取り外します。奥を押して取る、はい、でこの3つのポチがあると思うんですが、2つつけるときはこの白いポチですね。で4つつけるときはこの黒いポッチにこのコリコランをつけるということになります。まず2つのパターンでやってみたいと思います。まず紐の上にコリコランをこのように裏側にして置きます。で、このゴムをですね使ってやりますが、このようにして、固定すると、この裏からですね、もう一回やりますが、この白いところに、白いポッチのところにコリコランを置く。で裏から、ゴムをはめると。でこれで取り付けの準備完了です。で付け方ですが、このベルトですね、腰に直接つけることになります。
付け方としてはこの腰の方にこのホリクラファンを向けて、こちらです、ちょっと汚いです、このように、つけて、この紐をここに通してつけると。でこれでポリコランがここに直接当たります。大体そうですね、つけてから2時間から3時間で効果が出てきますので、このまま刺激も何もないですがつけっぱなしにするということになります。で次に4つのパターンですね。今度はこの黒いポッチの方にポリコランを置いて、このようにはめていくと。で4つですので全部使いますが、ちょっとこれシールくっついちゃってますけどね、このようにつけていくと。これがこう引っ張られるとこう取れちゃうんですね。ちょっとイメージしますが、できるだけ引っ張らないようにします。でこの黒いポッチですね、この黒いポッチにはめて置いてゴムをはめると。これ分かりづらいですね、これこうやって取る、まあ慣れればなんてことないんですけどね、この黒いポッチに置いてゴムをはめると。ちょっともうちょっとこの正しく位置を間違わないように、はい、これで、大体大丈夫です。腰の付け方は全く先と同じです。こちらのこのザラザラしたところを上にして、こう当てると。でそれでこのベルトを紐に通すと、はい、これだけで、楽になってきますので。はい、とりあえずこの紐版のビデオだけを撮りました。あとシールとあと下着にこう直接つける方法は別にビデオ上げてますので、そちらを参考にしてください。よろしくお願いします。